なんかこの町で忘れた記憶がございますの？というよりはなんか全ての記憶がなくて。そうなのよ。だからね、みんなでね、名前つけてみたのよ。あ、今つけた。キャプテン脇尾さん。そう、我が輩が名付けた。この子のことはバンって呼びなさい。じゃあ私ミドルネームつけてもいいですの？あ、いいや、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。フォートで。バンフォートの名前ですか？お前やったな。お前役満だぜ。お前トリプル役満だ。うん、バンフォートのなめでいこう。バンフォートで。バンフォートのなめでいこうぜ。わあ、いい。最高だ、バンフォートのなめくん。これ大丈夫ですか？大丈夫だ。最高ですわ。うん、じゃあパパとママということでいいですか？うん、それでいいと思う。じゃあ家族ダークチャットでも作るか。申し訳ないですわ。少し長引きそうです。申し訳ないですわ。長引きそうですか？本当に申し訳ないですわ。どれぐらいでいけそうです？1時間。1時間?1 時間。1時間あんまり待たせない方がいいかもしれないですよ、でもこっちも。じゃあ明日にしてほしいな。明日にしてほしいはちょっと無理かもしれないな。どんな方が待ってるんですの？え、僕ですよ。ああ、本当にごめん。本当に今大事な会議をしてて。大事な会議。本当に大事な会議です。そっかそっか、わかりました。はーい。はい、また申し訳ないですわ。もしもし。お待たせいたしました。はい、1時間経ちましたけども。申し訳ないですわ。はい。会議がノリに乗ってしまって。終わりました？今終わらせてきましたわ。あ、本当ですか。申し訳ない。今どちらにいらっしゃいます？そっちに行かせていただきますわ。こっちに来る。なるほど。集合しますか。あ、強制メソだ。あー、タイミング悪い。ちょっとね、でもね、マジでわかんない。なんかすごい、なんかね、強引なんですね、さっきから。何回も何回もこう、まだかまだかと聞いてくる方なんですね。だから、わかんない。誰なんだろう。てか、つるぎさんのとこにも行きたかったですわ。もうやることが、おいよ、暇な時と暇じゃない時の差が激しすぎますわ。みんなバラバラに来てください。もしなんでこの夜のタイミングでみんな集まってくるんですの。誰なんだ。せっかく楽しいあれだったのに。さすがにこれ以上は無理ですわ。まあ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 、まあ、でも、まあ、逃げれたっていう考えもある。逃げれたっていう考えでもあります。正直もうなんかいろいろ頑張りすぎてフラフラしてます。ここからまだまだなんですね。実は皆さんわかります？もしもし。あ、どうも、ただいまです。レギオンでいいですか？じゃあ9007とかどうですか？あ、いいですよ、行きますね。ここでいつも9007ね、了解です、わかりました。名前だけやっぱり聞いてもいいですの？あ、名前ですか？マサオです。失礼します、行きますね、すぐ。ちょっと待って、はいはい。はい、お一人で来られます？そうですよ、一人で行きます。一人、あー、わかりました。はい、わかりました。はい、9007ですね。9007。はい、わかりました、行きます。どこ行けばいいの？サーカスセントでございますわ。もしかしたら先にお客様入っ…お客様来ちゃったから、はいはい、後から入ってきてください。ましどうもです。あれ、今度が閉まってますか？お邪魔しますね。あ、こんにちは。はい、こんにちは、こんにちは。どうも、マサオです。じゃあ座ってください、そこにね。はいはいはい。私のこと知ってます？私のこと知ってます？ちなみに存じ上げておりますよね。ちょっと声が遠いですね。緊張してるんですか？大丈夫ですよ、緊張しなくて。はい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 。知ってる。私の名前はじゃあ何です？アルフォートウェスカー様ですよね。ああ、そうですね。マサは偽名でした。ええ、あ、アルフォートウェスカーです。どうやら、なんかピンコさん、ちょっとあまり私、面識ないんですけど。まあ、キャバで一回お会いしたことがありまして、ちょっとお名前を変えてね。ああ、そうなんですか。やらせていただいてることがございます。なるほど、なるほど。私、ちょっと存じ上げませんでしたね。あとなんかね、先日、町内会おばさんとしてお会いしたことがございますわね。町内会おばさん。覚えていらっしゃいますか？銀行強盗？銀行強盗？銀行強盗、アンブレラの方々が、なんかすごい特殊な、というか特別な銀行強盗なさった時に、赤いアフロのおばちゃんいませんでした？
あーなんかいたような気がしますね、確かに。いやあの時は楽しかったですよね。そうですか、ちょっとまだ終わってませんけど、ピンコさん座ってください、ほらね。なんか占いが得意って聞きましたけど。得意、まあそうですよね、まあ、一応やったりとか。ちょっと自分自身の未来をちょっと占ってもらっていいです？ちょっとじゃあそちらの聖書でね。はいはいはい。どうです、なんか見えましたかね？見えましたね。見えました。なんだか、どんな未来でした？泣き叫んでる未来が見えます。泣き叫んでる未来が見える、なんだか怖い。なんでなんですかね。でもいろんなあれがあるんじゃないですか、なんかこう、はいはいはい、事情というか。どんな事情がある？ええ、なんかすごい、あのお名前を気にしてらっしゃいましたけど、私のお名前電話越しに。ああ、いや誰が来るのかなって思って。誰が来るのかなって。マサオ様には会ったことなかったから、はい、できればね、知り合いの方の方が、あの占いっていろんなことが見えやすいですから。なるほど、そうですか。泣き叫んでる未来ね、なんでなんでしょうか。心当たりとかってあったりします？心当たり、まあ、あるかな。ある？あるかな？ある？なんででした？なんででしたか？なんで？なんかね、ちょっとなんか近しい、ま、すごい不穏な空気入あって、なんか全然入りたくないんだけど、もしかしたら、あのメスカー様がちょっと気に障ることをしてしまったかなっていうことが。あー、なるほど、すごいな、占いって。よく当たりますね。よく当たります。すごい、すごいです。なるほど、よかったな、よかったな。じゃあこの先どうなるか、泣き叫んだ後どうなるかもちょっと見れるっていうことでいいですかね。一応見てみます。一旦見ますか。そうだな、なんかでもなんか仲良くね、手つないでにっこりしてる気がするかな。仲良く手つないで、あ、私と、そっかそっか、じゃあそういう未来になるのかな、じゃあこの後。にっこりしてると思うんだけどな。あ、よかったです、よかったです。ダメと思うかお前。いや、そんなつもりは全くなく、そんなつもりは全く。お前、グッバイサーカス入っとるんやっけ？いや、私はグッバイカンパニーですわね。グッバイカンパニーとグッバイサーカスはどう違う？芸能事務所ですわね。芸能事務所、ええ。裏でケツ持ちがグッバイだろ、それ。ケツ持ち、いや、まあ、ね、場所を提供していただいたりとか、まあ、なんかいろいろイベントする際にサポートしていただいてるみたいなとこはございます。まあまあ、グッバイっていう名前のね、グループがね、そうやってね、他の組織、ギャングに舐めた真似しとったら、その大元まで行くわな。いや、舐めてる、まあまあまあ、ちょっと偶然が重なっちゃったみたいなとこがございます。偶然が重なった。なんかちなみにどんな話をどなたから聞いていますか？どんな話をどなたから聞いたかは別にどうでもいいんですよ。あ、どうでもいいか、どうでもいい。事実か事実かじゃないか。じゃあちょっとせーので、はいはい、何について話してるか一緒に言いません？ああ、せーので何について、いいですよ、行きましょうか。はい、せーの、のなめ。のなめのことなんだね。はいはいはい、なるほど。知ってます、のなめ様ってご存知です？のなめ知ってますよ。あ、お会いしました。うん、正解です。大正解ですね。あー、了解しました。はいはいはい、はい、なるほどね。ちなみに、うん、脇尾様からお話は聞いていますか？脇尾からは話聞いてないですよ。聞いてないんですもんね。うん、もしかしたらそっちから話聞いた方が、うん、話は早いかもしれない。あのですね、もう全部知ってます。あ、全部知ってます。全部知って、あなたの元に来てるんです、私は。いや、でも、じゃあ、うん、全部正直にお話ししますわね。はい、あれですよね、一応確認、こっちの事実と照らし合わせるためにちょっとだけ遡りますわよ。ほう。記憶喪失の野波様という方がいらっしゃって、うん、で、うん、名前をつけるってことになって、うん、で脇尾様がもともと、バンなのなめんっていう名前にしたんですよね、確かね。バンのなめ、はいはいはい、はい、でそこに私がやってきて、うん、じゃあミドルネームをつけようって言って、うん、バンフォートのなめにしようと。ピーちゃん、僕帰ろうかな、うん、っていう話ですよね。うん、で多分そこ
らっしゃるんですよね。はいはいはい。岩助様はね。いやそれ、はい、でもそれ、それそうですよ。勝手にお名前をねお借りして申し訳ないですね。しかもあんまり面識もない中でね。はい、そうです、大変失礼しました、ね、申し訳ないですよね。まずそこをね、関係値があるんだったらまだしも、ね、そうですね、仲良かったらね、まあ許してやらんこともないですけど、あなた誰っていう話ですからちょっと聞いてほしいのがね、その名前、ウェスカーさんのお名前をねお借りした理由としましては、ほうほうほう、ま、私その前情報として全くゼロだったんですのよね、野波様についての情報が。麻雀王で、ま、前情報として野波様の情報がなかったんですよね、はい、その中でバン野波っていう名前を見ただけで、で名前をつけたと、バンね、和清様がって聞いたら、なんかやっぱそういうかっこいい方というか、はい、まあ、バン様もかっこよくて強くてね、とても素敵な方ですよね、に憧れがあるのかなと思ったから、じゃあその次に来るのは、なるほど、ウェスカー様の名前がいいなと、かっこよくて憧れがあるからつけてくれたと、はあ素晴らしい、じゃあつけた後に役満だはははっていうのは何ですか。あ、それは和清様ですわ。おお、あなたも笑ってましたって聞きましたけどね。それはちょっと違うかな、記憶にないかな、はあ、この後に及んで逃れようとする自分だけ大丈夫ですよ、安心してください、和清もしばかれます私にじゃないですけどね。ああ、なるほどね、うんうんうん、あいつは明日しばかれます。明日ね、はい、なるほどなるほどそうですそうですじゃあ本題行きましょうか。はい、本題行きますか。どうします？二人いるけどいない方がいいですの？あ、別に関係ないです。あ、関係ない？いいですよ。しましたわ。一瞬ちょっと待って待って。フラム様、枝豆様、ありがとうございました。さようなら。元気で。申し訳ない、別れの挨拶だけさせて、別れの挨拶、別れるんですか。いや、わかんないだろ、でも未来は泣き叫んでるから不穏な気がしますうん、そうですか、泣き叫んでる、でもあなた次第で未来は変わると思いますよ。あ、確かにそうかもしれないですね。そうですよね、変えられると思います。私は変えられるかもしれないですね、一旦どういう風な解決が丸く収まると思いますか。そうですわね、でも私に出せるものといったら、まあ、多少のお金と誠心誠意の謝罪ぐらいしかないかな。なるほど、お金、魅力的ですね、それは。魅力的ですの。はい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 、じゃあいくら出す。まあでも今持ってるのがね、そんなにないんですのよね。わかりました、じゃあ5億でいいでしょう。5億ね、あなたが5億払えないなら、私はグッバイサーカスに喧嘩を打って、ちょっと待って、グッバイサーカスの島を取りに行きます。グッバイサーカスの島、なるほど、島ね。でもですよ、銀子さん、朗報があります。ここで朗報なんですか。なんと、なんとあなたの上司の川上さんがね、あれ、そこまで話が、すいませんでしたと、どうにかなりませんかって私にお願いしてきてくれたんです。でも私ね、川上さんにお世話になったんですよ、この間。ああ、そうなんですね。いろいろと。だから、まあ川上さんが言うなら、まあじゃあ3億で許しますっていう話になりました。本当は5億ですよ。はい、本当は5億なんですけど、川上さんのおかげで3億です。川上様のおかげで。うん、川上さんのおかげで3億になりました。よかったですね。そうですわね。はい。いや、ちなみにこれ今どこに向かってる感じか。ちなみにこれはお金が払えないっておっしゃった場合、まあないと思うんですけど、ないと思うんですけど、お金が払えないっておっしゃった場合はちょっと海に沈めさせてもらって、ね、すごい綺麗な海が見えますよね。その後にグッバイサーカスの島行こうかなって思います。あ、なるほどね。はい。まあね、私もね、そんなね、海に沈むなんてそんな野蛮なことはしたくないんで。川上さんは、そうですよ、島ね、さすがにそんな、島ね、島、さすがにそんな、そう、血見たくないんでね、私も。お優しい方だってね、聞いてますから、友人から。うん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 。答えは決まりましたか。すぐは払えないですわ、手持ちでね、どちらにせよ。すぐは払えない。持っていないのでね。持っていない。3億ないという。借りればいいんじゃないですか。ね、貸してくれるお友達とかいるでしょう。戻りました。いない。
帰り親とか、お帰り、ね、親友とか親戚とかね。じゃあ明日でいいですの？明日でいい。今日もちょっと、いやいやもう待ちましたよ私。待ちました。散々今日ね、確かに なんか忙しいって抜かしてらっしゃいましたよね。どんだけ待ってるんだろうな。じゃあ5分だけ時間いただいてもいいですね。ちょっと友人と連絡を取るみたいな。はいはい、なるほど、わかりました、わかりました。自販機回りながらやるんだったらさ、一回一回降りなきゃいけないといけない。5000万しかちょっとなくて、それも合わせて、どうぞどうぞ、電話してください。ありがとうございます。面白い。今月中にはできるみたい。そうだな。ありがとうございます。おい、大丈夫か？もしもし、お元気ですか？どうした、大丈夫か？スギ様、うん、お金を貸してほしいです。いや、いいよ。スギ様、どこまでご存知でしょうか？全部全部、3億貸せるよ。本当ですの？うん。本当に？いいよ。PNG だろ、お前は今日から。うん、ありがとうございますわ。ラーメン屋さん来れる？ラーメン屋さん、今からラーメン屋さん行っても大丈夫ですの？大丈夫だよ。ラーメン屋さん行きますか？いいですよ。じゃあちょっとラーメン屋さん今から伺いますわね。オッケー、ではまた。はいはい、よかったですね。よかったかな。お友達が貸してくれるっておっしゃってました。そうらしいですわね。あ、優しい方だ。優しい方、もうすごい、すごい優しいな。いいお友達を持ちましたね。いるな。最近なんかラーメン屋さんじゃねえみたいだよ。あら、楽しそうだ。失礼しますわ。ラーメンじゃなかった気がする。ビールと餃子やっぱいいよな。鶴木様、鶴木様。あ、かける、あ、どうもです、どうもです。先ほどってはい、お疲れ様です。あ、外した方がいいですよね、きっとね。外した方がいい。うんうん、お疲れ様です。じゃあ、かけるありがとうね。頑張ってください。かけるさまもまた、ありがとうね。さきさま、もしよければ、ピンコさん、声が小さいですよ。声が小さいぞ。うん。つぎさま、はい、もしよければ2億5000万。2億5000万です。え、逆に2億5000万まで許してくれたんですか、上塚さん。いや、川上さんにお世話になってるんでね。5億が3億になりましたよ。それで2億、あ、それで持ってる金と2億5000万、そうですよね。あ、そういうことか。そうそう、合わせてってことですよね。で、どうしたらいい、これ貸していただいてもいいですか？いや、いいよ。あら、優しい。すぎ君、優しいですね、あなた。はい、大丈夫ですか？それですね。ん？それで許しても、許されなそうじゃない？いやいや、許しますよ、私は。オッケーです、オッケーです、大丈夫です、はい、でも、つるぎますよ。つるぎくん自身は大丈夫なんですか、ちなみに。バンフォートのなめ。ちょっと。ドナルド？マクドナルド？ん？何でしたっけ？レスカさん、俺は多分大丈夫ですね。はいはい、多分大丈夫ですか、はい、本当ですか？うん、じゃあいいですけど。自分のお金ちゃんと持ってます？それ、はい、貸してあげて。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。ああ、じゃあよかったです。つぎさま、じゃあ、はいはいはい、どうしよう。大丈夫です、ピンコ何？いや、本当にありがとうございますわ。今すごく反省をしておりますわ。なるほど、うんうんうん、はいはい。貸していただけるんですか？いいよいいよ、どうしたらいいの？83番にじゃあ1回預けていただけますか？83番。ちなみにウィスカさん、はいはい、何も言ってないですよね。もう私は何も言ってないですよ。で、これですぐ済むっすよね、全部。もちろんです。ああ、そうです、ね。ってなったら、うん、もう絶対大丈夫なはずなんですよ。俺だって世に出てないから。ですね、私が聞いた相手、誰だと思います？のなめ自身です。あいつやば。あいつ次第ではあります。あいつやば。あいつ。つるぎくん。あいつやば。でもなんか、のなめさん聞かれてて、うんうん、ナルドの件は、のなめさん忘れてたんで、完全に。うん、あ、本当ですか？じゃあ大丈夫じゃないですか？だから俺名前変えるまで言ってなくて、したらいいんじゃないですかぐらいだったんですよ。うん、ああ、じゃあ大丈夫じゃないですか。よかったー。よかったよかった。よかったですよ。
ありがとうございます。じゃあ一回解いていただいて。はい。ウェスカ様今日は何番でしょうか。106番ですね。私。106番。あ、わかりました。ウェスカさん。ちなみにこれ払ってなかったらどうなってたんですか。はい、ああ、一旦海に沈めてあのグッバイサーカスの島取りに行ってましたね。絶対ダメですわ。絶対びっくりしましたよね。これでできたんじゃないかな。ああ来ました来ました、サンくん、あーよかったです。よかったな。はい、ピンゴさんほら、あ、これ違うね、つるぎくんだね、これ。はい、ピンゴさんほら、あーよかったよかった。これ占い通りですよ、さすがですね。あーにっこりね、手つないでにっこり、よく当たる占いって言っておきますわ。よかったな、仲直りです。ピンゴさんありがとうございました。よかった、何事もなくて、失礼しますね、ありがとうございました。じゃあピンク無限バイト編かこれ。とりあえずありがとうございました。剣様にもお礼しなきゃいけないんだけど、はい、川上様にもお礼をしに行かなきゃいけない。ああ行くじゃん今から。さっきまで話してたよ。あ、ちょっとあのじゃあ清掃してくる。あ、待って、あれだ俺。マジで清掃じゃん。人が来た。おい大丈夫か。もしもし、今どこにいらっしゃいますか。今自販機の補充してる。自販機の補充か。じゃあ、あんまり会いに行けない感じ。どうした。まずは便宜を測っていただいて。ウェスカー様と話したってのは本当なんですよね、多分ね。そうだね、話したね。じゃあいろんな事情を分かってるわけですよ、多分ね。とりあえず剣様に2億5000万借りて3億の支払いを終えましたわ。で、本当にね、いろいろご迷惑をおかけして、いや、まあ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 、できることなら顔を合わせてありがとうを言いたいんですけど、まあ、今お忙しそうだからまた別のタイミングで。ああ、OKOKOK、まあ最悪、別に普通に貸せるから、剣がどうのみたいな、話になったら、そうですね、剣様が次になった時はね、そうそう、早返してみたいな感じになったら、全然タバコ屋にも金入ってるから、店の底から石を出せるから。このなんで怒られてるかまでちゃんと説明されました。何、バンフォートのなめナルドの話。言ってないですよね。それは私、ああそうかそうかそうか、また話が違うみたいな。ああそうか。そうそう、あのね。まあ一応まあなんとなくふんわりした事情をしてるね、そんぐらいの。少年にバンっていう文字と、まあバンっていう文字は私じゃないんだけど。うん、あ、はいはいはい。フォートっていう文字、あのミドルネーム。はい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 。まあちょっとふざけてあげちゃったみたいな。ふざけて。約万だっつって。約万、そこまで伝わって。まあ次からは気をつけようという感じで、はい、むやみに手を出さないようにね、そうだね。しっかり、あっち系の人たちは、まあ、特に、まあでもよかったね、記憶喪失の子で遊んでて自分が記憶喪失にならなくてよかったね。ああ本当にね、なんかループするところですもんね。ああそうだね。あ、まあまあ最悪は避けれたということで、はい、まあ、まあでもお金で済んでよかったわ。本当ですね、ありがとうございました。またじゃあ後日ご挨拶してまいりますわ。あ、はい、ではまた。はい、またい。やっと着いた。大丈夫ですの。ちょっと川上さん別件で今動いてるらしいから。おやすみ、おやすみなさいまし。どうしてるのだ。おやすみなさい。まあ今あった話をじゃあちょっと話そうか。はいはい。豆さんはどこまで聞いてた。え、まあほぼ何も聞いてない。なんか聞いてない。なんか止めてある車がウィスカーちゃんのだなと思ったから、なんか入りたくねえなと思って、あずっと前でうるうるしてて。車って知ってたんだ。あ、知ってる。よくあれで、さっきキャバクラもあれで来てたしな。あ、そうなんだ。あのね、いろいろあったんだ。いろいろあったのか。大変だったのだ。でもね、一回してるのはね、おふざけしすぎちゃった。
そうなんだ。おふざけしすぎちゃった。何があったかをね、一から説明しますよね。そう、あ、そうだね。レギオンでね、ま、聞いてもいいのかな、うん、聞いても大丈夫。レギオンでね、ワキオン様とね、ワキオ様知ってます？知ってるよ。あ、ワキオ様とね、記憶小説の小説のね、少年のね、野波様っていう方がいたんですよね。野波ちゃん、はい。ええ、で、野波様に、なんか、バン野波って方で、うん、でそのバンっていう名字はどうやら和清様がつけたっていう話を聞いたんですね。うん、なるほどと。なるほどと。ハンドルネームにフォートってつけようって。フォート？フォート、うん、うん、まあバンダーマとアルフォートウィスカーってことですよね。あ、バンフォートってことね、はいはい、バンフォートの名前にしようと。うん、まあ冗談のつもりだったんですよ。はいはいはい。で、まあキャラクターだけだからね。で、そのバンフォートだと役満だね、やばいねっていう話をしてたんですね。役満なの？まあ揃ったよねっていう、まあそうだね、未来怖いボスが揃ったのやばいねって話をしてて、うん、強そうだねってなって、うん、強そうだねってなって、わはははみたいな、わはははは、うん、そのノナメってやつがやばくてね、全部ね、ウィスカー様とかね、バンダーマー様とかに全部チクったらしいです。はあ。話が全部巡ってて、どうやらウィスカー様は川上様とかにも話をつけて、え、うん、うん、なんかね、5億のところを川上様の恩情で3億にするとか。あ、そう、な、ね、なんて川上さんはどっから出てくるんて。いや、わかんない。私も急に出てきたからびっくりしたんですね。まあ多分友人なのかな、まあまあ、で、あとあと私のあの上司に当たる方ですから。あ、そっかそっか、確かにね、従業員のね。そうそうそう、はいはい。まあでもそんな感じで、で、3億払えって言われて、はい、え、なんだって3億払えって言われて。3億払え、なんかそのあれ、なんて言えばいいの、そのなんか、うん、名誉毀損的な意味で。あ、そういうことですよね、おそらく。お金が足りませんと、5000万しかないですわよって言って、うん、じゃあ友達に借りるしかないねって言われて借りさせるんだ。で、5000万を使っちゃった。2億5000万借りて3億払いましたわ。本当に払ったの？払いましたよ。はい。だってそうじゃないと海に沈めてグッバイの島を狙いに行くって言われたんだもん。怖いですよ。そんな無理ですよ。ピンちゃん、なんかあのさ、そう、なんかグッバイの名前をかさされた時はとりあえず持ち帰って上に相談してもいいんだよ。なんかでも今すぐって言ってた。今すぐは無理ですって。いや、ダメって言われた。じゃあしょうがないね、沈めるかって言われちゃう。ちょっと待ってください、明日までにって言ったら、いや、じゃあ、いや、今すぐじゃないと沈めるよって言われた。で、なんかそのもう占いに来た時点でもう結構待ってる方がいた、待ってたんですよ、だいぶ前から。ああ、1時間待ったと聞きました。そう、なんでかっていうと、それがあるって思ってなかったから、うん、あのマック様たちといろいろあのミーティングしてて、曲とかのね、うんうん、だからかなり待たせちゃって。大丈夫か、全然大丈夫じゃないけど。全然大丈夫じゃないよ、当たり前じゃないですもん。何を言ってるんですの、全然大丈夫じゃない。え、そう、2億5千万は借りたってことじゃん。2億5千万は借りたってこと。2億も貸してくれる人いるんだ、ピンちゃんに。うん、本当に優しい友達を持ちましたわ、私。よかったね、うん、本当に本当によかった。本当に頭が上がんない。実質だって川上様に2億借りてるようなもんだからね、やばい。ちょっとした悪ふざけのつもりだったのに、ちょっとした悪ふざけのつもりが2億の損失になりましたわ。あ、なんかピンちゃんがいるところってなんでこう事件が起こるんだろうね。なんででしょうね。すごいよ、才能だと思う。なんか才能笑えないけど。なんで笑ってるんだこの人、怖すぎる。笑うしかないだろう。払っちゃったもんね、もうね。え、じゃあ払ったから一旦は解決なのか。一旦は解決ですわ。怖いヤンバレラの方とか、怖いモズの方から集められることは多分ないです。あ、でもそのなんかね、バウンっていう名前つけた方のね、方にもね、明日制裁が下るみたいですよね。あー、かわいそうに。ていうかさ、ワキヨちゃんのせいでそんな風になったんと、ワキヨちゃんに責任で払ってもらうのはどうなの。まあ、それ正直そうですよね。そうだよね。割合で言ったら7-3くらいの気持ちいたしますわよ。7-3、いや、6-4くらい。
あ、落ちてる。あ、大丈夫だ。なんかそこはどうだろう。いや、わかんないけど、うん、多少はちょっと。でも私そこをがめつく請求しに行くのは無理かもしれないですわ。あ、止まった。終わった。うわー、すげーな。すげーな、マジで。マジでやばいですな。そう、ちょっとマジで本当に、ちょっとマジで本当にやばい。